セレドモ。いやこれ本当ね、日焼けしますよね。もうこの暑さといったらたまったもんじゃないですよ。というわけで今回も暑さ対策のためにナスを使った冷たいパスタを作っていきます。今回は直火を使って表面をかなりしっかりと焦がしていきます。カセットコンロだと火力がちょっと物足りないので、バーナーも使って手早く、もう本当丸焦げになるぐらいかなりしっかりと焼いていきます。これがこの焼きナスの香ばしさにつながるので、だいぶ攻め気味でいいと思いますね。お家にあるガス台でしっかりと火力があるものであれば、わざわざね、今回やったみたいにバーナーで炙る必要はないと思うんですけどね。カセットコンロだとちょっと時間はかかっちゃいます。まあでもあれか、時間かかるけどその分ナスのね中までトロトロに仕上がるから、それはそれで美味しいですね。ナスの焦がした皮の部分は水の中で洗い落とせたら、今度はみじん切りにしていきます。この焼きナスの香りって子供の頃はあんまり得意じゃなかったんですけどね。当時はそれこそ、なんで大人たちはこれこんなにうまいうまい言って食べてたのかなって本当に不思議に思ってたんですけど、今になってというか年を重ねて、すごくこれね、この良さが分かりますね。このみょうがはスライスしてトッピング用ですね。やっぱりこの焼きナスの香りとみょうがの爽やかな風味の組み合わせは鉄板だと思ってます。生で食べるので少し水にさらしておくといいでしょう。このアンチョビはソース作りのためにみじん切りですね。チューブ状のもので代用しても問題ないです。オリーブオイルを少量加えて、先ほどみじん切りにしておいたアンチョビ、あとはニンニクをすりおろして、これらを優しく加熱していきます。焼きナスのあの独特の香りに負けない旨味のあるソースを作っておくっていうのが、まあ、この料理のポイントだと思いますね。ここで辛味とあと旨味の要素をプラスするために豆板醤を加えます。辛いのが苦手っていう方は、まあ普通に味噌を使ってもいいですし、あとはケチャップとか少し入れてもいいと思いますね。ここで豆板醤もしっかりと炒まったら、日本酒とみりんを混ぜておいたものを加えます。あとは醤油、それと、いしりですね。魚醤を加えます。少し辛みを強めにしておきたいので、唐辛子もここで加えるんですが、これはお好みで大丈夫です。あとは一煮立ちして、一旦引き上げておきます。ちょいとピリ辛なソースのベースは出来上がったんで、これでさっき、みじん切りにしておいたナスと合わせていきます。念のため味を見ながら少しずつ加えていったんですが、なんだかんだ全部使うことになりましたね。あとはできればこれは入れたいですね。大葉たっぷりとみじん切りにして、先ほどのナスの方に加えます。なのでこのナスとみょうがと大葉の組み合わせっていうのは、お腹の調子も整えてくれるし、夏バテも防止してくれて、食欲も増進するっていういいことだらけですね。そしてあとはもうこれがうまければ言うことないですよね。ねえ、
ソースはある程度もう出来上がったので、ここからはパスタを茹でていきます。パスタも冷たいパスタなので、前の動画でもお話ししたんですが、塩はちょっと強めです。 2% ぐらい。そのまま食べるとちょっとしょっぱいかもしれないんですけどね、氷水で冷まして塩が抜けるので、これでちょうどよくなります。あとはしっかりと冷やすことですね。この冷やしが足んないと、まあ足んなかったりちょっと半端だったりすると、どうしてもね美味しさが半減してしまうので、これも大事なポイントです。ソースはだいたい大さじ4から5ぐらいですかね。もし足りなければ味を見て後から足してください。それであんまりないとも思うんですけど、万が一こうちょっとボソボソして重たいなっていう印象があったりしたら、オリーブオイルかもしくは水を少量加えて調整するのもありです。うまっ。それでは盛り付け、ドレッセいきます。このナスのソースはたっぷりとかけましょう。このナスを食べるためにパスタがあるぐらいの感じで盛り付けます。あとはトッピングで切っておいたみょうがと大葉を仕上げに飾り付けます。このナスの香ばしさと、あとみょうがの爽やかさ、それに魚醤とアンチョビのね、この魚の旨味も加わってるから、めちゃくちゃうまいし、これはもう食べたら、まあ止まらないでしょうね。止まらないでしょうよ。あとこのナスのソースだれ、まあソースベースは、パスタだけじゃなくてね、もちろんご飯にかけてもめちゃくちゃうまいから、単純に作り置きしておいて、まあいろんな使い方もできるかな。やべ、止まらない。というわけで、焼きナスの冷製パスタでした。作り置きのおかずにも結構使えるので参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。